はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジア始めていきましょう。まだある。ポルカだ。これは新イベント？私が頑張らなくちゃ。人は誰だってきちんと修行もしていますよ。本当です。本当かな。しかしついに久しぶりですね。疲れたけどよくできました。さすが私の。よくできました。気合い入れていくかな。私体を鍛えるわ。お使いですか。行ってきます。毎日が夏休みならいいのに。ありがとうです。とても助かりました。
はい、ということでプレゼントは大量もらえますね。日焼けの後お風呂に入るのって仕事に使えそうな道具を買いに行くとするか。どうしよう。七神のイースターエッグ。七神かな、七神だな。うん。そうだ。そんなバカな。乱世だったのか。パワーオブスマイルよりマユ。じゃあシナリオクエストの前半です。あ、でももう5日しかない。まだまだあるね。すいません。じゃあかやで何なのさ、港の陽光。イースター任せて。素敵ね。確かに。おい、おっと、ダイヤ。よお、おポルカだね。それが、キラーファンタジアをリアルイベントまたやってほしいな。最後に2019年のあれって11月か。やったー、いいねいいね。これはちょっと怖いかも。まだ青汁のお饅頭が残っているの。ガツンと行きます。ダメだ、死なせないぞ。
は任せて。汁物全部こぼせ。ベッドで汁物全部こぼせ。いっそ気を引き締めなくては。反省が足りないようですね。ガツンと行きます。早く卵を隠さねば。園部は全てのイベントに全力です。ミセス、うん、やった。そうだね。どこじゃない？まったく。もう。どうせ？赤ちゃんなのかこれ。どんぐらがしゃ。男性だったんだ。空は。どういう反応を示す？確かに。まさか。え？まさか。アルシーバー男だった。常識は通用しないだけに。認知？なんでそうなるんだ？あ、これは認知を迫っている。どう？やばいな、メス落ちやん。メスだけど、うん、いいね。仕事。さあ何が生まれるんだろう、このインスタエッグ。ええ、そうね。いろいろあってかっこいいし。あ、やばいなこの二人。そろそろ生まれそう。早く卵を隠さねば。園部は全てのイベントに全力です。3節です。おお、
ですけど。もう。なんか放射能でも入ってんじゃないか。ウサギは耳もいいですが、尻尾にもロマンがありますね。第4節。岩じゃない土属性。じゃあ眉で行ってみましょう。迷子になんてなりませんよ。ねえねえ、あら、バトル？逃げたい。まだまだ行くぜ。多分どっか強くなるはずだよ。モフモフが足りませんね。ほら、手貸すから頑張りな。やられる前にやっちゃえ。引き締めていきます。少しでも助けになれば。多分どっか強くなるはずだよ。任せてください。マジ暴力反対。私がついています。強そうです。アシスタントの経験を生かします。任せてください。少しでも助けになれば。やってみよう。一気に終わらせますよ。私だって負けないから。押してきた。マイト持ち続き牛乳強い。さあ残り一人。まだ立ち止まれないからな。こんなことでよければ。みんな今だよ。さあかかってこう。倒してしまった。勝ちは勝ちだから。うん。
もう消滅？女の子たちがウサ耳つけてうろうろ、素晴らしい光景です。個性ついきましょう。え、そうなんだ。作り？え？いろんなとこ。そのフレンチ。確かに。ウサギは耳もいいですが、尻尾にもロマンがありますね。ん？これは再度土属性。もう。あの。うむ。すごいリオ。なんで？ああ、もう。さあかかってこい。まだまだ行くぜ。多分どっか強くなるはずだよ。心配はいらないです。何があるかわからないからな。これをこうして回して、こうだ。私ならやれる。私にやれることがあるなら。多分どっか強くなるはずだよ。モフモフが足りませんね。痛いよ。私がついています。
しでも助けになれば。よし、よっと。心配はいらないです。危ない。敵ですか？応援の力はすごいんです。クレパスですね。また卵がなくなった。女の子たちがウサ耳つけてウロウロ。素晴らしい光景。今度は何節？なんてこと。ダメです。え、そうだそうだ。あの、お、本気でかかればすぐ終わるって。そうでしょうか。よかったです。あの、助かります。ちょっといいですか？出る。ウサギは耳もいいですが、尻尾にもロマンがありますね。最後かな。いいね。なるほど。はい。いいね。やった。違うって。ここで妥協はできないね。違うでしょ。なんと、妥協は二文字はない。サクッとやっちゃいますか。フレーフレー、派手にやっちゃいましょう。
を受けたら終わりです。確かに終わった。盛り上がってきちゃった。え、おいで。封じられしコラボコーヒー鉛筆よ。カロリーなんて言葉忘れなさい。見過ごせませんね。いい度胸です。みんなで頑張ろう。いった。みんなで頑張ろう。いった。どうしよう、私がやらなきゃ。立ち止まらず諦めないで。よし、頑張ります。ここを越えたらゴールです。まあ、さすがはジャンプ先見せたんで勝利のポーズって、こうかな。あ、弾を消えた。ウサギは耳もいいですが、尻尾にもロマンがありますね。ではどうするか。ん？サッカークエストも2分の1になってるぞ。クリエメイトの皆様は強い絆でつな、アリスに着せる新作の服を作らなきゃ。今日はどこか、花とのんびり過ごすお休みもいいわよね。皆様のやりとりをインプットして新しい皆様がエトワリアを満喫。ユシキは3人でいるとユシキは条件まだクリアしてないな。こっちでもお出かけだね。皆さん準備はいいですか？今は我慢の時だね。応援の力はすごいんです。カオスパイラルです。力が聞いたかな。いつ戻るんだろうこれ。私には刺激が強すぎます。何するんですか。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。私に任せんしょ。これを使えばいいんだよ。これみたい。きっと大丈夫。こんなことでよければ。私にどんと任せてよ。これ痛い。
さん、準備はいいですか？ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。やりました。3人でいるとこっちでもそこまで変な感じしないな。呼吸。時だね。行くよ。
かったけど。私たちなら余裕でしょう。野々原さんと日向さんって一井さんの妹みたい。行ってくるです。皆さん準備はいいですか？あとは任せて。うう、力が引いとった。今は我慢の時だね。フレーフレー、あ、違う、間違えた。一井さんたち楽しそうだな。少し。ありがとうございます。すっごく助かりました。今夜はお月様が綺麗ですね。日に焼けやすいので。こんばんは。ご所望はいつものか。
渉成立。交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 渉成立。はいはい、ということで、クリームエントコインはまだ2回残ってますが、この辺は次回やるとして、次回はこの女神ミスターエッグの、ウサギは耳もいいですが尻尾にもロマンがありますね。シナリオクエスト後編を投稿したいと思います。次回もお楽しみに。よろしければ、まだの方チャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、そしてプレイリスト URL 記載しております。ぜひこれらご覧ください。まだの方ツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。